スがいる。来るか分かんないです。ネイティブっすね。色が違いますもんね。ずっとなんかしてますよね、これ。なんか探してるんですかね。こいつちょっと反応するんですけどね。うわ、パクってしまし見ました。いやー、ここまでは見えないですけど、こうちょっとパクってするんですよ。何回も投げたら怖い。あ、パクった。よし、よし、食いましたね、やっぱり。はい、1本目、スティーズフィネスジグ 1.8g。 はい、やっぱ何回も投げたらリアクションで。ありがとうね。ディーズフィネスジグタイプカバーの 4.5g でポークで。この沖にリードが一体にあって、でその中と上にバスが乗ってる感じで、ちょっとスイミング気味にやってみます。送った。よし、ネイティブか。オッケー、オッケー。よし、でかい。はい、スティーズフィネスジグのタイプカバー 4.5g にポークス、1キロぐらいですね。じゃあスピーズスピナーベイトの2分の1オンスですね。ダブルウィルドでいきます。ウィードの上をかすめるぐらいでウィルド。よっしゃ、来た。マジか、でかい。よっしゃ、マジか。これでかいっすよ。よっしゃ、取るか。よし、でかい。スティールスピナーベイトの2分の1オンス。ダブルウィロー。新色です、これ。ありがとう。でかいですね。全部キロぐらいありますね。スピナーベイトで忘れた。やっぱ重たくして正解ですね。でもウィード当たる前にもコンって。で、ロッドがグラスコンボチットなんで、かかるんですよ。あ、これか。パクス。ポンってしたら別にパクス。きた。
着きました。スティーズクランクキャッチ。一番でかいです今日。スティーズクランク100です。今のはウィードの当たる前にもガッ。そうですね。やっぱウィードの上で泳いでる感じです。普段測んないけど。スティーズスクエア100です。これも新しいやつです。40余裕であります。2.5。そうですね。明日。でかいの狙いながらですね。はい。失礼しました。失礼しました。食った。ちょうちん。お、来た。なんかついた。わかんない。なんか本当に個性があって乗った。これはお尻にいましたね。これはまあまあのサイズです。なぜなら悠々と泳いでるから。ヤバめヤバめ。パワーマークが2段になってますね。来た。イワナだ。でかい。Sure.